皆さんは何と一緒に寝ていますか？僕は玉ねぎと一緒に寝ています。玉ねぎです。意味がわからないと思う人もいるかもしれないので知れないので説明します。なぜかというと、僕は子供の頃あんまお母さんによく言われました。春樹、男はね、玉ねぎを食べなさい。意味がわからなかったですよ。春樹、男はね、玉ねぎと寝なさいって、あんまがお母さんがちっちゃい頃からずっと私に言いました。玉ねぎを食べて玉ねぎと寝なさいって。だから僕は今でもあんまお母さんに言われたことを守って、この玉ねぎと一緒に寝ています。どういう意味かわからないよ。女の子はとか言わなかった。人間はとも言わなかった。男は玉、男は玉だよって、男は玉を大事にしなさいよって、うちの母親は言ってました。だから